栽培とは一般に野菜や樹木などの植物、キノコ、草類などを植えて育てることである。育った植物を鑑賞したり、収穫して花や葉や果実などを食用、薬用、鑑賞用などの様々な用途に利用したりするなどの目的で行われる。植物を自然の土地や畑、つまり大空の下、屋根やハウスなしで育てることは露地栽培といい。 植物を地面の上に作ったビニールハウスの中で栽培することはハウス栽培という。また土を使わないで植物の根を水に浸す方法で栽培することは水耕栽培という。一方、人間が栽培していないのに自力で増えたり成長している植物を野生植物というが、 そうした野生植物に人間が手を加えること、野生と栽培の中間的な状態で育てることを半栽培という。蒸気以外にも以下のように様々な栽培手法が存在する。作物を植えてから収穫するまでの全期間の温度として非平均気温摂氏10度以上の期間の非平均気温を積算したものを有効積算温度という。 例えば、麦は800-2000度比であり、稲は2800から3800度比であり、麦は寒冷地に向き、稲は温暖地に向くことがわかる。樹木など大きく育て上げることや一から育てること、長年にわたって育てることなどは育成といって区別する場合がある。また植物に限らず、魚介類などを養殖して育てる場合にも幸いということがある。 コトバンク農業土木学会史、谷に伸ぶてる、最近の気象変化と関連づけて、気象と農業ボリューム49ナン、no. バー 4P293 から 296A1、ありがとうございます。